お疲れ様です。今回もフォインというね、暗号通貨のプロジェクトについて、ホームページの方を見ていこうと思います。ぐーっと下の方に行くと、フォインとはとかって色々書いてあるんですけども、ホワイトペーパーを読むところがあるんですよね。で、これをクリックすると何が出てくるのかお楽しみでございます。ちょっとクリックしてみましょう。はい。あ、下の方にね、出てきました。ホワイトペーパー。皆様にお見せできるような形になっていると思います。ちょっと待ってくださいね。 はいじゃあホワイトペーパーの方を読んでいこうかと思います。下の方に行きますけど、27ページあるみたいですね。まあ、こういう風に英文で書かれていまして、ホワイトペーパーバージョン3.3とかね、2022年とか、8月の23日って書いてますね。はい。まあ、英語なんで、翻訳版を後ほどお分けいたしますので、ざーっとだけ言ってみましょう。なんか図があればいいんですけどもね、ないですかね。うーん、なるほど。 こういうふうに書いてます、いろいろ。いや、俺はのお金はどうなるんだよってことがね、肝心なんですけども、一応27ページまであるそうです。こういうのね、誰か何の意図を持って書いたんでしょうかプロジェクトはちゃんと進んでるんでしょうかフォインの紹介とか書いてますけども、POS っていうのはね、もう散々聞き飽きた言葉ですけども、現在8ページです。どん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 下の方に行きますよ。うん、これはね、あの翻訳して、後ほど読んで、要約していきますから、これ見てください。これ何ですか、これは。 価格が上が上っってるってる、うん本当かよ、ね、何でしょうねこれはねえー、こういうふうなあの POW とか POS とかねあれの説明ですねこれももう散々から聞き飽きて今更って感じでございますずっと下の方に行って計算式が書いてあったりとかね、うん、コンセンサスが取られてるよってこととかコインマイニングうんなるほど 一通りそれっぽいことが書いてあるような気がしますが、いかがでしょうか年大手2018年から2028年までの計画書いてますね。ROI とかっていうのもあります。それっぽいですね。クレームコード、うん。とりあえず俺の金はどうなるんだってことはね、どっかに書いてないかと思うんですけども、書いてないですかね。今のところ、それらしいところは見えません。ね。早く俺の金、俺の金を何とかしてくれってうとこですけども。え以上ですかはい。 URL がかなりありますねあ。かなりありますね。参考文献でしょうか、うん。以上ですね。27ページ。じゃあ翻訳版を次回お届けしたいと思います。お楽しみに。